鉄金属の進化って産業の進化に直接関わってくるんですよ。日本の産業を引っ張れるっていうところに魅力を感じて志望しました。それなりに好きなものを買って、それなりに貯金をしてっていう生活はできているので。鉱山で働くってなるとすごくハードなイメージがあるんですけど、実際どうなんですか？バイタリティだったりとか適応能力みたいなものは求められますね。大きすぎて逆に成長環境に不安があるんですけど、実際どうなんですか？実は採用人数って今年2021年の新入社員だと50名程度なんですね。少数精鋭でしっかり育成していこうっていう風土があるので、成長していける環境はあると思いますね。メイケリの野中です。今回は JX 金属に訪問して採用担当のしっぽうさんにお話を聞いていこうと思います。まずは簡単に自己紹介をお願いします。 JX 金属株式会社新卒採用担当のしっぽうりさ子と申します。私今5年目の社員でして、入社3年間は大分県にある工場で総務の仕事をしておりました。4年目になるタイミングでこちらの本社に異動になりまして、まあ、新卒採用の担当をしております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この子は誰ですか？カッパーくんという当社の PR キャラクターです。どうしてこんな色をしてるんですか？ JX 金属の得意としている商材が銅になるんですけれども、英語でカッパーなので、これは銅の色ですね。なるほど、そういうことだったんですね、はい、めちゃくちゃ可愛いですね。採用活動とかでもいろいろ出てきて PR してくれてます。じゃあ今日はカッパーくんも一緒によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このオフィスすごいですね。当社の虎ノ門の本社のスクエアラボという施設でして、当社の歴史だったりとかその技術を体感いただけるようなスペースになってます。すごい。素材メーカーの技術力の高さってなかなか想像しづらいと思うんですけれども、そういうものをこう体感いただけるようにといった意図で作られたスペースですね。面白いですね。ありがとうございます。ではまずは技術系の面接がどのようなフローで行われているのか教えてください。職種によって違いはあるんですけれども、一番オーソドックスなのは書類選考を1次面接、2次面接、3次面接という形ですね。事務系についても教えてください。書類選考を1次、2次、3次、4次面接になります。具体的にどんなところを見てるんですか？技術系については、まずは研究内容、あとは学生時代に頑張ってきたことというのをメインに聞かせていただきます。何をやってきたかというよりも、何かを行う過程でどんな考えを持たれて、でどんな工夫をされてきたか、そういったところを見ています。圧迫面接とかってないんですか？圧迫面接はないですね。なるべく普段の人柄を見たいなっていうふうに思ってるんですよね。もしかしたら厳しめの質問とかもたまにあるかもしれないんですけど、基本的にはその人の良さを、緊張をこうほぐしながらでやりたいなというふうに思ってやってますね。ありがとうございます。リクルーター面談や特定大学の部活など通常選考とは違う選考はありますか？学生さんの希望があれば途中でこうリクルーターとの社員訪問を挟んだりとか OB 訪問をセッティングしたりとかはあるんですけれども、基本的にはあまりないですね。技術系に関しては選考の領域と配属先はある程度関連しているということで間違いないですか？ある程度は関連しています。ただですね、ベースとなる知識っていうのは学部だったりであるんですけれども、学生時代の研究と似通ったものを直接こう今仕事でやっているっていう社員の方が実は少なくてですね、入社後にやりたいことっていう目線で希望をお伝えしていただくのがいいのかなと思います。鉄金属にもともと興味がなくても大丈夫ですか？大丈夫です。私も鉄金属ってどんなもんだろうっていうところから入って調べていくうちに興味を持ってきた形なので、そこは全く問題ないですね。採用担当としても興味を持ってもらえるような発信をしたいなと思ってます。しっぽうさんはちなみにどうして興味を持ったんですか？私はもともとメーカーがいいな、ものづくりがいいなって思ってたんですね。そんな中でいろいろ調べていって、鉄金属の素材がかなりこう縁の下の力持ちで社会全体を支えているっていうことを知ったこと、あとは鉄金属の進化って産業の進化に直接関わってくるんですよ。日本の産業を引っ張れるっていうところに魅力を感じて志望しました。非鉄金属って女性のイメージがあんまりないんですけど、実際どうなんですか？数としては結構少ない業界かと思います。ただ実際に働いてみて働きにくいと感じたことは本当になくって、育休産休みたいな制度も整っていて、それを使う風土も結構ある会社なので、
かなり働きやすいですね。固まらないあなたへというちょっと変わった採用コンセプトなんですけど、どういう意味か教えてください。今まあ日本の製造業だったりとか非鉄金属の業界が刻一刻とこう取り巻く環境が変化していく中で、 JX 金属が10年後も20年後も必要とされる会社であり続けたいっていう思いが我々にはあってですね、まあ、そのために今までの前例とか固定観念とか役割立場みたいなものに固まらずに、仕事の目的に向かって意見を出して行動ができる人に来ていただきたい、そういった思いがあって続けたキャッチフレーズですね。今特に力を入れている事業を教えてください。先端素材領域と呼ばれている事業になります。デバイスや通信機器に向けた材料を作る事業なんですけれども、 IoT とか 5G とか AI とか、発達していく社会の中でうちの素材が活躍してくれるようにということで力を入れてますね。ちなみになんか身近な製品でそういったものってありますか？例えばスマートフォンの中に入っている薄い箔みたいな素材だったりとか、あとは半導体を作るのに使われているターゲット材というものだったりとか、多分皆さんが持っているものにいろいろ使われていると思います。じゃあもう常に JX 金属の製品を持ち歩いているんですね、うん、私たちは。そうですね、すごく身近なんですね、うん、ありがとうございます。10年後の JX 金属はどうなっていると思いますか？技術立脚型企業として、 JX 金属にしか作れない価値の高い素材を作って、それで産業の発展に貢献すること、当社が長年資源開発だったり製錬っていうものを行ってきたので、そこはどんどん競争力を高めていって、日本の非鉄金属の安定供給にこれからも貢献し続けること、この2つがしっかり成り立っている10年後を描いています。入社から実際の現場に出るまでどんなイメージなんでしょうか？まず入社いただいた後に同期と一緒に1ヶ月間の本社での集合研修があります。4月のだいたい下旬ぐらいに各赴任地に行っていただいて、そこでの独自の教育が1ヶ月ぐらいあって、職場に着任してっていうのは5月の中旬ぐらいですかね。でそこから先輩に教えてもらいながら自分の仕事が始まるといったイメージです。最初は具体的にどんな業務に当たるんですか？職種によっては様々ですけれども、例えば営業担当で工場に行った場合は製品の生産管理とか物流の管理とかを取り組んでいただいて、その後にお客様向けの営業へっていうパターンが多いですね。で技術系で例えば開発職種の場合は部署の中での開発テーマっていうのが割り振られて、先輩と相談しながら自分のテーマを研究を進めていく、こんなパターンが多いかなと思います。事務系の場合は多くの割合の方が工場勤務になるんですか？7割ぐらいは初任地が工場勤務かと思います。工場勤務はどうでしたか？私のいた工場が東京ドームが20何個分ぐらいの敷地面積 で海があって、そこにこう何万トン積むような船が着岸するような港があったりとか、背丈の大きいような設備がたくさんあるような、そういった環境で働くことがまず面白かったですし、ものづくりの最前線ということで現場の方々がどんな苦労があってどんな工夫をしてものを作られているのかっていうのを間近でこう一緒に仕事ができた3年間というのは非常に貴重でしたね。残業って多いですか？平均でいうと20時間ぐらいですね。忙しい時ももちろんあるのでフレックスで調整したりとか。なんか思ってたより少なかったです、しっかりチェックしているので皆さん定時に上がれるようにっていう気持ちで働いてくださってます。大きすぎて逆に成長環境に不安があるんですけど、実際どうなんですか？成長環境はあると思いますね。実は採用人数って今年2021年の新入社員だと50名程度なんですね。少数精鋭でしっかり育成していこうっていう風土があるので、成長していける環境はあると思いますね。海外駐在ってちなみに何年目くらいから行けるんですか？早い人だと3年目ぐらいから行ってますね。で今だと5年目の男性がチリに行ってたりとか、6年目の女性がドイツに行ってたりとか。それぞれどんな業務をされてるんですか？チリだと当社の鉱山がチリにあるので、人事系の管理の仕事で、ドイツの方では当社のタンタルニオブっていう金属があるんですけど、その製品を作る工場がございますので管理系で行ってますね。もちろん営業職種とかでも多く行ってますね。鉱山で働くってなるとすごくハードなイメージがあるんですけど、実際どうなんですか？前提としてみんながみんな鉱山に行くわけではなくて、一部の職種だったり事業のものになるんですけど、ハード寄りだとは思います。山の上っていう環境でローカルスタッフの方々にこうリーダーシップを取って働いていただくことになるので、バイタリティだったりとか適応能力みたいなものは求められますね。行った社員の話を聞いてると打ち解けたりとか仕事を成し遂げた時はすごくやりがいがあったっていうのを聞きます。
ますね。希望していくものなんですか？資源職種っていう技術系の職種だとほとんどの方が鉱山で働くことになりますし、事務系とかだとそういう事業に興味がありますっていうことで希望していかれる方もいます。そんな中でのなんか強みとかってあるんですか？やっぱり技術力で勝負をしていきたいと思ってます。少量でも JX 金属にしか作れないような素材を多品種作って価値を見出していこうっていう考えがあるので、そこを磨く企業努力はやってますね。年収は高いという口コミを見たんですけど、実際はどうなんでしょうか？それなりに好きなものを買ってそれなりに貯金をしてっていう生活はできているので、福利厚生で住宅に関する手当が結構充実しているので、住まいに関する心配をあまりしなくていいっていうところが個人的には嬉しいですね。就活生に対してメッセージをお願いします。皆さんご視聴いただいてありがとうございます。就職活動大変かと思いますが、すごくいい機会だと思っています。まずは企業のことを調べる上で、この世の中のことを幅広く知れたりとか、自己分析を進める上で自分のことを深く知る機会になると思います。ぜひ後悔のないように頑張ってください。応援しています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見て JX 金属についてもっと知りたいと思った方は、概要欄にあるリンクからマイページ登録をしてください。お待ちしてます。